はい、こんにちは、マロです。本日がですね、10月15日なんですけども、まあ僕のチャンネルをね、見てくれてる方はね、今日が何の日かご存知かと思います。そう、あれの発売日でございます。というわけでですね、ようやく入手することができましたよ。それがこちらでございます。よいしょ。はい、こちら BOSE の新型ワイヤレスイヤホン、クワイエットコンフォートイヤーバッツとスポーツイヤーバッツでございます。ようやく手にすることができましたよ。9月24日に予約してですね、もう本当長かったですね。まあ、今年もね、残りわずかなんですけども、ワイヤレスイヤホン業界にですね、超大物が殴り込んできましたよ。まあ、今世の中のね、ワイヤレスイヤホンはノイキャンノイキャン言われてますけども、そのノイキャンの生みの親はこの BOSE ですからね。ノイキャンのパイオツマニパイオニアですからね。というわけでですね、今回は、こちらのね、クワイエットコンフォートイヤーバッツをね、試していきたいと思います。いやいや、待て待てと、こう2種類試すんだったら、普通あのグレードの低い方から試していくのが鉄則だろうと思ってる方、バカ野郎、もう知ったこっちゃないですよ。早くこいつのね、ノイキャンを味わってみたいんですよ。 Yes, we can! というわけでですね、早速こちらクワイエットコンフォートイヤーバッツ見ていきたいと思います。さあ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 、それでは見ていきましょうか。この底面にテープがあるんで、これで開封できますね。よいしょ。いやー、ようやくね、BOSEのワイヤレスイヤホン登場しましたよ。ね、これも結構もう1年以上前からささやかれてたモデルですからね。それではオープン。あね、BOSEですよ。まあ、僕もね、小中と野球してたんですけど、ずっと BOSEでしたね。まあ、どうでもいいっちゅねんな、そんなことは。それでは取り出してみましょう。ほい、ご会長。はい、こちらが、最上位モデルのですね、クワイエットコンフォートイヤーバッツでございます。早速光る LED が純白で美しい。シンプルですけど結構ごついですね。まあ、BOSEらしいデザインではあるんですけども、ちょっとイヤホン取り出してみましょうか。はい、こちらがですね、イヤーバッツ本体でございます。おー、いいっすね。これですよ、これがね、ステイヒアマックスチップっていうね、BOSE 独特のね、イヤーチップなんですけども、でこれ何がいいかっていうと、耳に設置する部分がこのシリコン部分だけなので、こういったプラスチック部分は耳に当たらないんですよね。まあ、ですからゴツゴツした圧迫感をね、軽減してくれる機能と、パッシブノイズキャンセリング、要はこいつで密閉することによって雑音をカットする機能もこのイヤーチップには、まあ、備わってますよと。物理的に遮音性がめっちゃ高いということですね。そしてフックがあるので安定感も抜群と。僕 BOSE のイヤホンの付け心地はね、めっちゃ好きなんですよ。ですから装着感はね、まあ、問題ないんじゃないかなと思います。そして今回はですね、ボタン類が一切ついてないので、この側面がね、タッチパネルになってるみたいです。この BOSE のロゴがかっこいい。僕はもともと BOSE ファンですからね、このロゴを見るとドキドキします。ちなみに最初に発売されたこちら、サウンドスポートフリーワイヤレスと比べるとこんな感じ。まあ、このチップがですね、似たような作りなんで、このノーズの方のね、デザインはまあ似た感じになってるんですけども、まあ、この本体部分がですね、ちょっと横長になってますね。サイズはコンパクトになったりはしてませんね。うん、両方ともごつい。そして以前のモデルはボタン操作だったんですけども、新モデルはね、タッチパネル操作になってます。でケースも結構ごついですね。まあ、本体のイヤーチップがね、結構幅取るんで、まあ、ケースもね、かなり大きめに作らないといけないっていうところもあると思うんですけども、 AirPods Pro と比べるとこんな感じね。かなりごついですし、はい、厚みも倍ぐらい違いますね。まあ、ポケットなんかにね、入れて持ち運ぶのはちょっと辛いかもしれません。でケースはね、これロックされてまして、このボタンを押すことで開けることができます。ここに爪もついてますね。だからよくね、ワイヤレスイヤホンケースごと落とすとイヤホンの中身がバラって散らばることあるんですけども、それを抑制できますね。僕家でよくあるんですよ、あの机から落としてイヤホンバラバラになって、その猫ちゃんがね、追っかけていくっていうことがね、まあ、これだったらそういうのも安心です。そして表の部分に、はい、このようにインジケーターが5つ点灯するようになってまして、まあ、バッテリーの、ね、残量を教えてくれます。背面を見るとですね、端子はもちろん USB-C、 まあ今時でございます。そして他に付属品を見ていきましょう。パッケージも高級感あっていいですね。アップルにもなかなか負けてないんじゃないでしょうか。まあ、説明書関連と、まあ、いろんな言語に対応してるんでめっちゃ分厚いですね。そしてさらに開けていくと、はいはい、こちら付属のイヤーピースが別に2種類、本体につけてるものとサイズがですね、1、2、3と3種類付属されてます。そして、充電用の USB-C ケーブル、反対がね、タイプ A のものになってます。は
はい、中身はねざっくりこんな感じになってます。いやでも BOSE のワイヤレスイヤホンかっこいいな。なんかデザイン的にもねやっぱり他のモデルとちょっと違うっていうところが嬉しいですね。他のワイヤレスイヤホンと結構ねデザインが似たり寄ったりのねものが多いんですけども、なんか BOSE はもう独特のデザインで所有欲をねすごく満たしてくれますね。かっこいいかっこいい。本体の仕様なんですけど Bluetooth 5.1 に対応。そして今まで BOSE のイヤホンとかってあのコーデック公開しなかったんですけども、今回コーデック公開されてます。使用できるコーデックはですね SBC と AAC この2種類になってます。まあ AirPods とかと同じですね。そして本体の使用時間がですね6時間、ケースが2回分ね、充電できるということでケース含めて18時間のね、使用が可能になっております。まあ今ね24時間とかそれ以上ね使えるモデルが多いんで、まあ、このケースのごつさ考えるとまあまあ短いかなっていう感じですね。まあ、その分ですね音が力強いとか、まあ、そういったところにですね回されていたらまあいいんじゃないかなと思いますけど。そしてハイエンドのこちらクワイエットコンフォートイヤーバッツにはですねもちろんアクティブノイズキャンセリング機能ついてます。そしてハイエンドはですねスポーツタイプではないんですけども IPX4 の防水性能備わってますね。これも嬉しいポイント。ちょっとごついんですけどね重さ測ってみましょうか。重さがですね 94g。 まあ最近軽いモデルが多いんでやっぱりちょっと重たいですね。ちなみに AirPods Pro はですね、56.5g 軽い。そしてライバルとなりそうなゼンハイザーのモメンタムはですね 71.5g やっぱり一番重たいですね。本体ごついけどどうだろう。本体はですね、18.5g。 まあ最近のイヤホンの中ではちょっと重たいかな。まあ、このチップの重さもね結構効いてるんじゃないかなと思います。ちなみにモメンタムはですね 13g。 まあ、大体この辺の重さのモデルが最近多いので、まあ、ワイヤレスイヤホンとしては少し重量級です。そしてハイエンドのねこちらクワイエットコンフォートにはあのワイヤレス充電機能ついてます。こうやって充電器に置くとですね、はい、このようにインジケーターが点灯しております。まだワイヤレス充電ね対応してるイヤホンって結構少ないので、この AirPods Pro 並みのね負荷機能が揃ってるのは嬉しいところです。そしてクワイエットコンフォートイヤーバッツはですねこちら BOSE のミュージックアプリと連携してより便利に使用することができます。こいつを開くとですね、はい、音量の調整だとかノイズキャンセリングのレベルなんかをね調整することができます。ノイズキャンセリングは11段階調整することができますね。で本体を装着して左側のイヤホンを2回タップするとこのようにノイキャンのレベルを調整することができて、0にすると外音取り込み機能、このように自分の好きなノイキャンレベルに、イヤホンからも調整することができます。そして設定からノイズキャンセリングをタップするとこの登録されているノイズキャンセリングのレベルを変更することができます。今デフォルトの状態では10、5、0とね登録されてるんですけども、これをですね自分の好きなレベルに調整することもできます。そしてこちらにショートカットっていうのがあるんですけども、これは何かと言いますと左側のイヤホンに長押しっていうね操作方法があるんですが、ここにですね好きな自分のショートカットを放り込むことができるみたいです。ちょっと開いてみましょう。あの開いてみたのはいいんですけど、放り込めるショートカットがめちゃくちゃ少ないですね。バッテリー残量音声で確認するかトラック送りとなってます。まあ、アプリでですね細かい設定の変更は可能なんですが、まあ、ミュージックアプリと名前がついてる割にあのイコライザなんかは搭載されてませんね、残念ながら。それではですね待ち望んでいた BOSE のサウンドとですねノイキャンレベルはどうなってるのかちょっとねチェックしてみたいと思います。それではですね、BOSE のサウンドとノイキャンチェックしてみたいと思います。まず装着なんですけども、ちょっと装着にねコツがありまして、こうやって本体を縦に持って耳に入れ込みます。ぐっぷりと。そしてロックをかけるように本体を回します。耳に入れてロック、はい、これでぴったり装着することができましたね。装着感はねやっぱめちゃくちゃいいっすね。本体すごいでかいんだけどさ、この本体が耳に乗っかってる感が全然なくて、大きさからは想像できないようなつけ心地の軽さを感じますね。この BOSE のつけ心地めっちゃ好きなんですよ。でこのフックがね耳にしっかり噛んでくれて、こうやって首振っても全然ビクともしない、チップもずれない、この装着感ね僕めちゃくちゃ気に入ってます。実際装着するとこんな感じ。本体でかいんですけどこう斜めにね前にシュッと伸びていて、なかなかスマートな感じはします。それではですね実際に音楽聴いてみましょう。側面を2回タップすると再生されます。おほほほほほほほ。
めちゃくちゃいい低音してますよ。なんだろう、他のワイヤレスイヤホンと低音の聞こえ方が全然違うな。すっげえ重たいんだけど圧迫感がないんすよね。で、高音域がね、全くシャリシャリしてないっすね。結構ナチュラルなサウンドって感じで、バスの音気持ちいいっすね。めちゃくちゃ生々しい。いやー、これすごいね、ボーズ。で、自動検知機能も備えてまして、こうやってイヤホンを外すと音楽が停止、そしてまた装着すると、はい、音楽がね、また再生されました。はい、というわけですね、一通りのジャンルの音楽を実際に聞いてみましたんで、感想をお伝えしたいと思います。まず音質、まず最初に聞いて感じたのが音場の広さ。音場の広さと音の奥行き感はすごいなと思いました。で、それがよくわかるのがこの低音を聞いた時なんですよ。あのね、とにかく低音がめちゃくちゃ上質、他のワイヤレスイヤホンと全然違う。こんなね、気持ちのいい低音を鳴らすワイヤレスイヤホンなかなかないですよ。あのね、ベースの音とかドラムの音がすごくはっきりしていて、なんて言うんだろう、ただ低音が鳴ってるだけじゃなくて、その楽器の音を低音がうまく包み込んでくれてるような、それでこの低音がですね、この広い音場にふわーっと広がっていくんですよ。それがね、すごく音場の広さと音の奥行き感を感じさせてくれて、めちゃくちゃ気持ちいいです。この低音の広がりが立体的な音作りにすごく貢献してくれてます。で、低音にね、雑味が全くなくてしっとりしてめちゃくちゃ上質なんですよ。低音がもっと強いモデルっていっぱいあるんですよ。例えばジャブラとかアンカーとかね。ただそういったモデルとも全く別物ですね。これだけ強烈な存在感を放ってるんですけど、低音の圧迫感とか息苦しさっていうのがなくて、とにかく極上の低音なんですよ。低音が強いとかじゃなくて、低音の質がめちゃくちゃいい。 J-POP から洋楽、かなり激しい楽曲までアップテンポな曲と相性めちゃくちゃいいです。ここはさすが BOSE ですね。で、低音にね、圧迫感がないので、ボーカルだとかその楽器の音っていうのも綺麗に前に抜けてきてくれるんですよ。全然埋もれたりしてないの。中高音がきちんと解放されている気持ちよさがあります。で、高音域は全然シャリシャリ感がない。ワイヤレスイヤホンって表現力とかその明瞭感をアピールするために結構ドンシャリ寄りのね、音になってるモデルが非常に多いんですけども、そういった印象はなくて、かなりナチュラルなサウンドになってます。音がすごくパワフルでメリハリがあるんで、まあ、そういったチューニングは必要ないかなっていう感じ。ただ音全体がしっとりしてますんで、若干こもってるかなっていう場面もありますね。例えばドラムのスネアの音なんかは少しこもり気味に聞こえたりもします。まあ、そこまで不快なこもり方じゃないんですけども、まあ、クリアなタイプの音ではないですね。あと楽曲によってはちょっと音の分離感がいまいちかなと思う場面もありました。なんかシーンによってはギターサウンドの主張が強すぎて、ちょっとボーカルと被っちゃってるような印象がありました。あの、これはね、BOSE のノイズキャンセリングヘッドホンズ700でも同じような印象があったんですよ。音楽はね、かなりいい感じで聴けるんですけど、あの、動画視聴するとちょっと微妙かなと思いました。なんかめちゃくちゃ音がいいというよりは、少しやっぱりもやっとした聞こえ方をしますね。BGM とか効果音の迫力なんかすごいんですけど、ちょっと人の声、セリフなんかが少しもやっとしてるかなっていう印象はありました。動画の音はね、ゼンハイザーのモメンタムの方がくっきりしていて気持ちよく聞けるんじゃないかなと思います。まあ、動画よりも音楽向きですね。でも音質はね、思った以上にレベル高いです。この低音は BOSE じゃなきゃ味わえない。そして肝心のノイキャンなんですけども、僕の耳が腐ってなかったら、ノイキャンはソニーや AirPods Pro 超えてます。外で交通音なんかを聞き比べしてみたんですけど、 BOSE の方がその雑音がすごく遠く感じるというか、よく聞いてるなっていう印象です。で、入ってくるノイズも明らかに音が変化していて、かなり軽い音になってます。ですから低音域からもっと高音域帯のノイズもしっかり処理してくれてるなぁと感じました。まあ、AirPods Pro の方がもう少しだけ高い音まで処理してくれてるかなっていう印象はあるんですけども、ノイキャンの聞きは明らかに BOSE の方がいいなと思いました。で、ノイキャンってシーンによって変わりますので、ガヤガヤしてる喫茶店なんかで使うと、まあ、AirPods Pro と BOSE、まあ、トントンかなっていう感じですね。 BOSE の方はね、あの、交通音にはめちゃくちゃ強いですね。もう音楽を小さな音でかけるとほぼ周りの音聞こえませんよ。ちょっと怖いぐらいで、イヤホンも圧迫感がないし、すごく自然にね、ふわっとノイズを消してくれますし、ノイキャン作動時のホワイトノイズなんかもないんですよ。それら合わせてめちゃくちゃ快適なノイキャンになってますね。ノイキャンの総合的な性能は間違いなく最強です。そして外音取り込み機能、外音取り込み機能もめちゃくちゃレベルが高いです。ちゃんと音が鳴ってる物体から聞こえてくる感覚と音の距離感っていうのも分かりますし、すごく自然な外音取り込み機能になってます。
それが分かるのがですね、あの外音取り込み機能を作動させたままイヤホンを外すと、あの違和感がめちゃくちゃ少ないんですよ。つけていた時とそんなに変わらんくないっていうぐらい違和感少ないんですよ。そして外音取り込み機能作動時のノイズっていうのも非常に少ないです。ほぼないと言ってもいいぐらいですね。めちゃくちゃ気持ちのいい外音取り込み機能になってます。あのこのノイキャンとか外音取り込み機能はちゃんとヘッドホンのクオリティがフィードバックされてるんだなとめちゃくちゃ感じました。そして通話品質も特に問題はないですね。相手にクリアな声で伝えてくれますし、相手の声も非常に聞き取りやすいです。で通話中のノイズなんかも非常に入りにくくなってますね。ただ通話品質に関しては AirPods Pro の方がまあクリアかなとは思いました。そして通信安定性、今回 Bluetooth 5.1 に対応しておりますが、通信の安定性もめちゃくちゃいいですね。あの以前のモデルはね、左右の接続が切れたりだとか、ちょくちょくねブツブツ切れることがあったんですけども、まあもう3年前のモデルなんで仕方ないんですけどね、まあ、今回のモデル非常に安定していて、まあ街中歩いたりだとか電車に乗ってみたりしたんですけども、まあ、通信がねブツブツ途切れるっていうことは全くありませんでした。まあまだ半日しか使ってないんですけども、安定していてかなり快適にね使用することができました。ただですね、微妙なのが操作性。タッチパネルの感度も良くて、操作を行ってから実行されるまでも早いんですけど、この操作でできることがめっちゃ少ないんですよね。右を2回タップで再生停止だとか、その電話の音で、右長押しでボイスアシスタントで、左2回タップでノイキャンの切り替え、ノイキャンレベル10、5、0みたいに一個一個経由していくんですよね。そして左側長押しは任意のねショートカットを登録することができるんですけども、それがですね先ほどお話しした通り、まあ、バッテリーを伝えてくれるのと曲のスキップしかないんですよ。で曲をスキップできるんですけど、僕が個人的に嫌なのが曲戻しができない、まあ、もちろん音量操作もできないんですけど、まあそれは AirPods Pro と一緒だからまあいいですわと。曲戻しができないのはちょっと個人的にはこれ辛いな。でなんでこんなに操作できるメニューが少ないのかと言いますと、おそらく誤操作防止だと思うんですけど、他のワイヤレスイヤホンでよくあるワンタップ操作がないんですよ。ですからできる操作っていうのがめちゃくちゃ限られるんですよね。まあよく言えば誤動作しにくくてシンプルな操作なんですけども、曲戻しできないのはちょっと痛いな。というわけでまだ半日しか使ってないんで、ファーストインプレッションという感じにはなってしまいますが、まあ、音質もかなりレベルが高くて、まあ、特に低音に関してはこのイヤホンでしか味わえないね上質さ、気持ちよさを感じましたね。ここはめちゃくちゃ魅力的です。そして AirPods Pro やねソニーをしのぐノイキャン、これはもう間違いなく最強と言っていいと思います。そして外音取り込み機能もレベルが高くて、耐水性能も備えているワイヤレス充電も使えると、もうめちゃくちゃレベルの高いパッケージングになってますね。で多分これをレビューして、あのコメント欄でね、あのゼンハイザーのモメンタムとどっちが音いいですかっていうね質問たくさん来ると思うんですよ。ただ音の表現方法が結構真逆なんで、なかなか一概に比較するのは難しいモデルですね、この2つ。まあ、音のクリア感だとか細かい部分の表現力はこっちのモメンタムトゥルーワイヤレス2の方が上かなと思うんですけど、まあ、音のパワフルさだとかナチュラル感っていうのはこっちの BOSE の方が高いと思うんですよね。だから一概にどっちがいいですよっていうのは難しくて、まあ、どっちが好きかっていうレベルになってくると思います。ただ動画とか映画になってくるとこっちのゼンハイザーの方が楽しめるかな。ただモメンタムトゥルーワイヤレスはですね、今回ファームウェアのアップデートでさらに音質がアップしてまして、新しい機能が使えるようになったんですけども、ハイエンドサウンドチューニングという機能ですね、これをオンにすると音の臨場感だとか音の定位感っていうのがアップします。で実際にね使ってみたんですけど、あの音のシャリシャリ感が少なくなって、さらにバランスが良くなって、なおかつ音場も広くなってます。ですから総合的に考えるとこっちのモメンタムトゥルーワイヤレス2の方に魅力を感じる人が多いんじゃないかなと思います。でも非常に完成度のね高いワイヤレスイヤホンですごく安心しました、まあ、トータルバランスは間違いなくトップクラスに、ね、位置するワイヤレスイヤホンだと思います。気になる方は概要欄にリンク貼ってますので一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。